ヘウムノは、ビスワ川に面したポーランド北部の町。人口は2万人で、クルマーラントの中心をなす。かつては、トルン県に属したが、1999年の行政区分裁編でクヤビポモをェ県に組み込まれた。ヘウムノはコスラブ語で、丘を表すヘルムが語源とされる。英語のヒルなどもこの同梱語である。ドイツ語名は、クルムだが、 1772年から1807年と1815年から1920年にかけては、カルム第二次大戦中のナチス占領時は、クルムが公式表記とされた。1065年に、ポーランドオボレスワフ二世がモギルノの,のベネディクト修道会に宛てた手紙がヘウムノの,の書室とされる。1226年には、マゾフシェココンラト一世が、 ドイツ騎士団にクルマーランとの領有を交った。1233年にクルム法という都市圏を取得し、1251年に改定。これは後に国内の200以上の町で導入された。ドイツ騎士団の元ハンザ同盟で栄えたが、13年戦争後の1466年にポーランドに編入され、ヘウムの県の県ととなった。 ポーランド分割によって1772年にプロイセン王国領となり、1807年から1815年にかけ、ワルシャワ公国に支配されたもののナポレオン諸戦争の終結により再びプロイセンが統治した。歴史の大部分でこの町ではドイツ人とポーランド人が共存してきた。1900年頃の比率はドイツ人が3分の1。 ポーランド人が3分の2であった。第1次世界大戦後にポーランドに並行され、第二次世界大戦までの間に経済発展を遂げた。第二次大戦開戦直後の1939年、この地を市中に収める過程で、ナチスドイツは5000人以上のポーランド人を虐殺した。残りのポーランド人も、ドイツの生存権思想のもと、ポーランド総督府に追い出された。 ポルスカザイエー、ロータ、グランワルド、セアセラーギーといったポーランド地下政府のレジスタンス、組織もこの地で暗躍した。ドイツ軍は大戦末期の1945年1月25日に撤収したが、その際小度作戦の元病院、ターミナル駅、醸造車などに火が放たれた。町役場中世の町並みや建造物がよく残されており、 とりわけ下記の建造物が観光スポットとして知られる。ありがとうございます。